はい、どうも、タツリンフィルムのタツリンでございます。最近ですね、ちょっと動画の更新の方が遅れております。大変申し訳ございません。仕事の方がですね、ちょっとバタバタしてまして、遅れております。全然ちょっと遊びに行けてないので、動画を更新しようがなかったんですけど、まあ今回はですね、ちょっと、最近買ったもので便利だったものを2点ほど紹介したいと思います。まず一つ目はこちらです。はい、岩谷のロバタ大将炙り屋ダブルという商品ですね。箱の中身はこんな感じになっております。でこういう感じで押さえるやつがついてるんですね。まあちょっとしたことなんですけど、こういう気の利いたものがついてるとちょっと嬉しいですね。まあこれで何をするのかっていうと、まあ卓上の七輪みたいな感じです。でまあこういう感じでいろいろ部品がついてるんですけども、まあこの中にまず水を溜めるんですよ。水を溜めてこうセットしておきます。で、まあ、網もあるんで、このまんまお肉を焼いたりとか、野菜を焼いたりとかできるんですけども、で、これがついてるんですけども、この上に、こう、焼き鳥を、こう、焼いたりできます。で、もう、こういうカセットボンベ、もう安いやつです。何でもいいと思います、形が合えば。これをこう押し込むと、ここがマグネットになっているのでカチャッとくっつきます。そしてこの状態で火をつけると。でこれが何が良かったかっていうと、実際これを、先日ですね、釣りに持って行きました。ちょっとゆっくりゆったりした釣りにをしようということで、これで焼き鳥、ウィンナー、手羽先、缶詰なんか温めながら食べながら、ちょっと浮き釣りをですねしに行ってきました。非常に美味しかったですよこれ。はい。でそんな重さも重くないし、そんなかさばるもんでもないんですよ。僕の手がこのくらいなんで、そんな大きくないと思います。で僕が買った金額が、5000円ぐらいだったですかね。 Amazon で買いました。まああの某有名な YouTuber さん、まあカズチャンネルのカズさんっていう方がいるんですけども、僕ちょっと大ファンで、その方が、レビューされてました。でまあ前から欲しいなと思ってたんですけども、やっと手に入れることができて、ちょっと早速使ってみたんですけども、いいっすね。これ本当にいいです。で、まあ前紹介したバーナーでお湯を温めながらこっちでは焼いたりができるっていうことができるんで、いろんな料理ができるようになりました。はい。ぜひ皆さんもこれおすすめですので、使ってみてはどうでしょうか。はい、続いて2つ目でございます。2つ目はこちら、キャンプ用のテーブルですね。はい、こちらになります。これキャンパーズコレクションっていうメーカーかなの 2way キャンピングフォールディングテーブルってなってますね。でこれはちょっと僕近くのホームセンターの方で買ったんですけども、ホームセンターでも3500円ぐらいでした。で、僕これより実際大きいの持ってるんですけども、ちょっと大きすぎるかなっていう部分もあるんですよ。で、これが、これの天板が 60×60 なんで、もう、こんな感じですかね。わかるかな？もうそんなに大きくないです。60センチ×60センチなんで、
大きくないです。で、足の高さが、2段階できるので、26センチか59センチになってますね。で、実際これさっきのですね、ロバタ大将こういう感じで置くとちょうどいいんですよね。こういう感じで置いて、まあジュースをこう置いたりして食べながら飲みながらなんて楽しいことができました。まあその値段と質感で選んだんですけども、このキャンパーズコレクションダサすぎやしませんか。まあ気にしなければいいかなと思います。で、これがですね、畳むと結構ちっちゃくなるんですよ。で、今から畳んでみたいと思います。はい、今ひっくり返した状態ですね。で、ここの足をもうスコッと抜いていきます。抜いたらですね、ここにちゃんとつけていけるところがあるんですね。セットできるところが。で、足を畳んでいくと。そして最後はダンと。で、ロック、ロック。そしたらもうこんな感じですね。薄さはどのくらいかな、もう10センチもないぐらいだと思います。で、結構軽いです。で、こういうちゃんと取っ手もあるんで、買って僕はこれ正解だったなと思っております。はい、結構ですね、今から暖かくなってくると花見だったりバーベキューだったりいろいろ外で遊ぶことが増えると思います。ですので僕はこういうちょっと楽しい道具を持っていると非常にいいんじゃないかなと思います。今日、紹介した2つの、商品を、まあ、概要欄の方に、リンクを貼っておきますので、興味がある方は、購入されてみてはいかがでしょうか。で、この2つを、釣り場に持って行って、釣りをしながらバーベキューをやりましたので、その動画を、近いうちにアップしたいと思います。まあ、だらだら食べながらだらだら浮き釣りをして、まあゆったりした楽しいレジャー感覚で、釣りをしてきましたので、そちらの動画の配信をですね、楽しみに待っていただけると嬉しいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。You're the one, you're 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 the one